リーグチャンピオンシップシリーズ最優秀選手賞。リーグチャンピオンシップシリーズ最優秀選手賞。または、リーグチャンピオンシップシリーズ MVP。リーグチャンピオンシップシリーズモストバリュアブルプレイヤーアワードは、メジャーリーグベースボール以下 MLB のリーグ優勝決定戦であるリーグチャンピオンシップシリーズで最も顕著な活躍をした選手に与えられる賞。ナショナルリーグでは、 アメリカンリーグではに制定された。最初の受賞者は、ナショナルリーグが、ダスティ・ベイカー。アメリカンリーグが、フランク・ホワイト。歴代の受賞者のうちアメリカ野球殿堂入りを果たした。選手は、ジョージ・ブレット、デニス・エカーズリー、リッキー・ヘンダーソン、カービー・パケット、オジー・スミス、ウィリー・スター・ジェルの6選手。複数回受賞者は、スティーブ・カービー。 1978年1984年、デーブス・スチュワート、1990年1993年、オーレル・ハーシュ・ハイザー、1988年1995年の3選手で、いずれも1回目の受賞と2回目の受賞では異なるチームに所属している。同シーズンでリーグチャンピオンシップシリーズ MVP とワールドシリーズ MVP に選出された選手は、 スター・ジェル、1979年、ダレル・ポーター、1982年、ハーシュ・ハイザー、1988年、リバン・ヘルナンデス、1997年、コール・ハメルズ、2008年、デビット・フリース、2011年の6選手。敗退チームからの選出は、フレトリン、1982年、マイク・スコット、1986年、ジェフリー・ルナード、 1987年の3選手、表中の赤色背景。ガービー、レナード、アルバート・プホルスの3選手は、シリーズ記録となる4本塁打を記録している。2009年シーズン終了時点で68、本塁打のアダム・ケネディは2002年の、アメリカンリーグチャンオンシップシリーズで5試合で3、本塁打を記録。デビッド・オルティーズは2004年の、 アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズで11打点。イバン・ロドリゲスは2003年のナショナルリーグジンピオンシップシリーズで10打点を記録し、この2選手のみが2桁打点を記録している。1991年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでスティーブ・エイ・ベリーがシリーズ記録とな16回無失点を記録。1997年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズで ヘルナンデスが当時のシリーズ記録となる1試合15奪三振を記録し、1999年のアメリカンリーグチャンピオンシシリーズでは先発とリリーフでそれぞれ勝利を記録したリバンド・イボアにオーランド・ヘルナンデスが受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。